ハイダルアルイコールアバーディはイラクの政治家。2014年から2018年まで同国の首相を務めた。イスラームダーワ党副書記長として政党連合、法治国家連合を率いる。宗教はイスラム教師や派。日本の報道では大半がアバディ首相と表記、発音しており、外務省ではアバーディ首相と表記されている。 また、専門家や一部メディアは、定官詞のあるを略し、ハイダル、アバーディと表記している。イラク、バグダード出身。1975年にバグダード工科大学で電気工学を学んだ後、1981年にイギリスマンチェスター大学にて電気工学博士号を取得した。1967年にダーワ島に入島した。 反政府活動に参加していた兄弟のうち二人が、サッターム・フセイン政権下で処刑された。その後、2003年の米国主導のイラク進行まで、エンジニアリング業界のコンサルタントとして、英国で働く一方、亡命イラク人たちによるダーワ党指導者を務めた。フセイン政権崩壊後は2003年から2004年まで、通信大臣を務め、 戦争によって破壊された電話システムを再構築し、初の携帯やインターネット契約をもたらした。2013年には財務委員会の議長を務めた。2014年8月11日、過激派組織アイセルの勢力が拡大する中、新たに選出されたフワード・マースウム大統領により、次期首相に指名された。その後、9月8日に内閣を発足させた。 三人の副大統領ポストには、互いに政治的ライバル関係にあるヌーリー・マーリキー前、首相とイヤード・アッダーウィー元首相、ヌジャイフィ元国民議会議長を並べ、挙国一致体制を演出した。2018年4月に訪日、イラクにおける新首相の指名について、外務省、2014年9月21日閲覧、イラクにおける新政府の発足について、 外務省、2014年9月21日へ閲覧。坂井恵子、イラク、新首相の評価は、ニュースウィーク、日本語版。 http://www.newsweekjapan.jp://column/sakai/2014/08/post-874.php2014 年9月23日閲覧イラク新政権、不安残る船で、国防省と内省空席。読売新聞。<英文> http:///yomur.cojp.world.2014909i.ht5075html2014 年9月23日閲覧 http://arabic.cnn.com m i ミドリ s t 2014-08-11 ハイダーあるアバッジバイオ、h p t イコールカンティネスハット http コロンスラッシュスラッシュ www.irqnews.net スラッシュインデックスドット php スラッシュシドスラッシュ 224795653ir aqspm デシャグネイトフェイセズフォーミダブルチャレンジズハット http www.r モニタドットコムバルス オリジナルス2013-01イ,イラクパーラメントバジェットストラグル html.http www.asafi.com アーティクルズ SG991VZ8G99B004 HTML イラク新政権が発足周波間の調節かず一部閣僚は空席ありがとうございます